昼過ぎ、都議会各会派の控室には次々と段ボールが運び込まれました。じゃあ上がります。あ、これが来てね、半分半分でかい、まあ、大体入っているのは、各会派が東京都と東京ガスに求めた市場移転に関する資料で、議員はこれをもとに明日から始まる百条委員会承認喚問の質問作りを行います。昨日から届いた資料で、かなり真相に近づけるもの、私たちが、まあ、いわゆる水面下交渉と言われていたものの中身というのがよくわからない点があったんですけれど、それに関してもこの資料で、明らかに存在するというようなことも確認できてますので、はい、明日の百条委員会には福永元副知事と大谷元市場長、それに東京ガスの幹部らが証人として呼ばれます。小池知事は審議を見守る考えを示しました。ファクトが出てくることが重要なのではないかと思います。議員の皆さんの方がよく知ってらっしゃることもあるかもしれません。そういったやり取りの中で、何が都民にとって知りたいこの課題がですね、明るみに出るのかどうか、まあ、そういったことを注視していきたいと思っております。明日の百条委員会は午後1時に開会し、およそ7時間質疑が交わされる予定です。